じゃあ、今日は矢野沙織ちゃんです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いしよまろしくおす。願いしていうかまもうワンす。セット終わったんだけそうなんですよね。お疲ど。れ様でした。お疲れ様でした。沙織ちゃんはやっぱりこう音楽的にはチャーリー・パーカそうですね、好きですね。ていうか、ー。なんか衝撃受けたって言ってたって。チャーリー・パーカーくらいしか好きじゃないんですよね。チャーリー・パーカーぐらいしか好きじゃない。そうなんですよ。まあまあでもとんでもない人だもんね。チャーリー・パーカーってさ、どっちかっていうとさ、こう音源的にはこうあんまりこうクオリティ高く、その演奏内はクオリティ高いにしても、普通こうジャズ好きになる人はビル・エヴァンスのさ、ワルツ・フォー・デイビーとかさ、ああいうの全然衝撃受けなかった。後から知ってすごあいとか、あ、いい、綺麗いいなと曲思だう。なぁ、とか、いまだに難しいなぁと思っ難てしいよね、あれ。トなんライか、できない。だめだ、やってる CD で。やってたっやっけ？てた。トライしてみようと思ってだるめとか言っだ。て、もうやってるじゃん。そう、やってた。CD に入ってんだっ入ってけ？ました。なんじゃそれ。アサという CD です。やらかしとるね、結構。でもなんか、あ、こんな曲やったっけってあるよね、CD。あります。なんかこう、ライブで、あ、これはライブとか収録とかで、なんか、もうあれはちょっと聞きたくねえなと思って、何年か経ってから聞いてみると結構いいなっていうのあったりとか、ありますね。逆もあるよね。なんかすっごいこう、うまいこと言ったなと思って、後から聞いたら、別に普通だった。もう普通っていうか、結構大丈夫かこれみたいなのもあったりするよね。でも結構、もう本当に高校生ぐらいの時から最初にやらせてもらってさ、そうですね。ねえ。最初の頃はさ、なんか俺もなんか後ろから見てて思えてたけど、結構緊張しいでさ、結構震えてたよね。それを私、背がすごい大きいから、堂々としてるとか無愛想だって割と言われて、ああ、そういうこと、だそかういうらことめちゃ緊か。張してただけで。いや、緊張するんそだなうと思なっんです、て、いだまだから、に。結構ほんで人見知りじゃん。そうですね。ね。だからよく喋れるようになったのって、意外とここ数年。いや、黒田さんは多分結構喋ってあ、ます喋ってる。すいません。なんか喋らせてまあもらってます。基本的によく喋る人なよんくで。喋ってます。でも俺も最初のもうセッションとかライブとか行くと、もう知らん曲、ドラマーって今日自分曲選ぶ権利ないじゃん。だから知らん曲なんだけど、結構当たり前のように決めがあったりとかするじゃん。ああ、そうですね。そう。トクちゃんとかさ、結構ややこしい曲を勝手に始めちゃうじゃん。で、しかもあの人、パーフェクトピッチだからさ、なんかあーって歌い始めて、全然知らんわと思って、レガートしかできないみたいな なんか、うわ、もうどうしようみたいな。そういうのってこう、サックスはあんまりない。でもサイドマンで勝手に始まっいや、てむとちゃくちゃありますよ、それは。か、そういう時かサックスとかどうすニコニコしますんの？ すごい素敵だねそれ。 ニコニコす、ああ、わかしるわてるかる。よみたいうん、知らんわこの曲ってなるもんね。俺な。もあ全る然わ、知俺らもなあいでする。よ。なんかもうレガートしかできんしみたいな。俺結構顔に出るからさ、なんかもう分かりませんって顔がやっぱ出るんだけど、一番最初にやらかしたのは、僕一番本田敏行さん、丸さんの女ってあるじゃん、知らない？ダダンダダンダダダンダ、本田翔吾。5拍子の上で6拍子のフレーズの「ダララララララ」って、丸さんの女っていう曲があって、あの曲の俺5拍子初めてやったから、もう全然どこやってるか分かんなくなって、テレビ収録なのに結構4小節ぐらいカオスになってて もう2週間ぐらい立ち直れなかっいたけけたど、んですね。そういうのやっぱりあるでしょ、なんかそういうこと、なんかこうテレビ収録でやらかした、ライブでやらかした。あ、私ね、番組名とか出していこうちょっと分かんないね。NHK さんの番組なんで。NHK さん 某 NHK。 昔に「トップランナー」という番あ、あっ組をたやっあったあった。てあ、出てたね、出てた。て、それに見たわ。こう出て17、18の時に出て、それでもう緊張していて、どうしていいか分からなくて、で当時その山本太郎さんが MC でいらして、でもう収録お客さん入れてに1時間とか2時間とかかなっていう感じなのに、もう4時間5時間ってやってしまって、私があんまりにもとんちんかんで、一回休憩しましょうって言った時に、山本さんも非常に優しくて「いや全然いいんですよ」と、こんなもんですよみたいなこと言って、「いやありがとうございます、すいません」って言ってて。で例えば
あのでそで、ま、あの収録再開して、うん、で例えばそのどんぐりころころとか蝶々とか、うん、そういう曲をあのジャズでするとスイングするってどういうことですかって質問で、ジャズでするとどうなりますかって言われて、私できませんって言ったんですよ。いやそれ生収録、生収録で、生っていうか収録、まあ収録で、うんうん、まあカットはできるけどみたいな。いやでか、うん、でできません、それはスイング調にすることはできるかもしれないけど、もうやりたくはないですね、うん、言ってしまってて、うん、で全然その時それが失言だってその思わなくて、その山本さんがこ うまく拾ってくれてきっとあれしたから、で、でも後からもうレコード会社の人も慌てていて、 とても慌てていて、もうダメかもしれんみたいな感じになっていて、でそんなことがあって、もう何十年15年経って、うん、ついこの間その時のディレクターさんの夫婦、うん、ご夫婦が定年されたって言って、ね、僕がトップランナー あのディレクターだったんですけど、トップランナーやってた中で一番印象に残ってますってようやく来てくれて、でやっぱり忙しいから、うん、あのなかなかずっとライブに来れなかったんだけど、うん、定年していらっしゃってくれたってこともありました。ありがたいね。ありがたかったんです。すごいね、うん、でもやっぱ失敗した時の方が印象残ってるし、なんか仲良くなれたりするっていうのはあるよね。なんかそう、私それ15年経て気づきました。気づいたな、うん、ね。だからその時はでも失敗って思ってなかったのもねみたいな。でもその後すぐ気づいた、うん、すぐみんな大騒ぎになって。そうか、若気の至りっていうのは俺もいっぱいあるからな、うん、あまりにも喋れないっていう、今後でも自分で今度今 CG 制作してるでしょ、うん、なんかどういう思いが。そうですね、まあ、だからさっきあったチャーリーパーカーの話だけども、うんうん、まあ、音源音質がそんなに良くなくて音源を聞きづらいって、うんうん、確かにあの私が今所属してるレコード会社のディレクターもそう最初に言っていて、うん、私なんかそう思わなくてチャーリーパーカーに関しては、うん、だからサックスがパーン飛び込んでくるからね。そうそう、うんうん、むしろ周りがぼやけてて、うんうん、逆にいいかもしれない、うん、サックスだけこうオレンジ色のこう、うん、なんていうか聞いててね、そういう色彩の感じで、うんうん、非常にドローンとしている幸せな感じっていうのがあって、うん、でそれのもう病みつきになり、うん、でも私結構あまり大きな声で言うことじゃないかもしれないけど、うん、好きだからって言って詳しくなるっていうのはそれは私の中でイコールではなくて別に、うん、だからチャーリーパーカーものすごく好きだし、チャーリーパーカーくらいしか好きじゃないけど、うん、彼のことなんて別に何も知らないんですよ、うん、フレーズも、まあ、すごく詳しく解析したりとか、ここは何の理論でやってるのか、うん、そういうのはねっていうのを好きでやってる人って世界中にいると思うんですけど、でもそれ読んでふむふむとは思うんですけど、だけどもう、私はもう全然彼に詳しくないの、とにかく、うん、あの夢しか見てないのでチャーリーパーカーに対して、うん、だからそれを来年が生誕100年でチャーリーパーカー、うん、今までずっとそのラップとかビーバップとか その整合性というか近さっていうのをずっと感じていたので、それをちょっとやってみようかなと思って、うん、なるほど、たくさん撮ってるところです。俺は沙織ちゃんの子、まあ、長くやってるからたまにこうパーカーを勉強で聞いてたら、うん、こう音色感とかこう節回しとか、うん、こうがなんかこういわゆるその理論で理路整然とやってる人よりもなんか パーカーのフレーズで聞いてて、あ、沙織ちゃんここら辺そっくりだなと思う時とかやっぱある。まず、うん、やった。なんかその理路整然とやってる人ってこう音列に意識がいくから、こう歌い回しと節回しの方もはやっぱりすごいこう、あ、沙織ちゃんよく聞いてるなって感じがする時がある。へー、ありがとうございます。うん、そんな感じでございましたので、新しいアルバムが出たら、はい、予定がいつですか？全然まだ未定で、うん、来年の1月2020年1月30、31日に、うん、名古屋ブルーノートにも来るんですけど、あ、そうですよね、うん、新しい編成の取り組みのバンドをまず足がかりにやってみて、うん、でそれから録音できたらいいなっていう感じで決まってます。ぜひじゃあ、うん、楽しみにしてます、はい、ライブにも来てください。はい、皆さん、じゃあ今日は矢野沙織ちゃんでした。どうもありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
この動画があなたにとって面白かったとかためになったっていう方はぜひいいねマークを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンではこういった内容のものを毎日毎日配信しておりますので、よければこちらの上の、クエスチョンマークのボタンから、メールマガ登録の方よろしくお願いします。それでは本日も最後までありがとうございました。